はい、はじめまして。DJ 浦健と申します。これから私が使用しているスタジオ1-3プロフェッショナルを使って EDM のトラックメイキングの方法を解説していきます。私は今後、スリープフリークスの講師としてもスタジオ1を担当していきますので、よろしくお願いいたします。それでは早速基本設定を行っていきましょう。まずはスタジオ1を立ち上げた時に表示されるこちらの画面から解説していきたいと思います。まず最初に行っていただきたいのがオーディオ設定になるのですが、この真ん中の下の方、こちらですね。オーディオデバイスを設定というところをクリックします。そうしますと、このようにオーディオデバイス設定の画面が表示されます。今はこのようにオーディオデバイスなしに設定されていますので、スタジオ1の音はどこからも出力されないという状態になっています。そして、こちらをクリックしますと、コンピューターに接続されているオーディオデバイス一覧が表示されますので、そこから使用したいデバイス名を選択します。これでオーディオデバイスからスタジオ1の音が出るように設定されました。OK をクリックしてこの画面を閉じます。それでは次に MIDI キーボードなどの外部デバイス設定を行いたいと思います。先ほどのオーディオデバイスを設定の下、こちらですね。外部デバイスを設定をクリックすると、このように外部デバイス設定の画面が開きます。そしてこちらの追加をクリックすると、このように外部デバイスのメーカー名一覧が表示されますので、その中から設定したいデバイスのメーカー名をクリックします。そうするとデバイス名が表示されますので、設定したいデバイス名をクリックします。すると右側にデバイスモデル、製造元、デバイス名が表示されますので、間違いがないか確認します。問題ないようでしたら、こちらの受信元からドライバーを選択します。送信先でも同じようにドライバーを選択します。そして OK をクリックすると、これでフィジカルコントローラーの設定が完了しました。次に MIDI キーボードの設定を行いたいと思います。先ほどと同じように追加をクリックすると、左側にメーカー名一覧が表示されます。今回設定したい MIDI キーボードのメーカー名がこちらに表示されていないので、一番上の新規キーボードをクリックし、製造元、デバイス名を入力します。そして先ほどと同じように受信元でドライバーを選択、送信先でドライバーを選択します。もし使用したいデバイスのドライバー名が表示されない場合は、そのデバイスのメーカーのサイトから最新のドライバーがダウンロードできるようになっていると思いますので、それをダウンロードしてインストールしてから再度スタジオ1を立ち上げて同じように設定してみてください。そして OK をクリックして2つの外部デバイスの設定が完了しました。これで最初のセットアップは完了となります。この左上のヘルプというところからマニュアルを開くことができますので、設定で何かわからないことがあったら、ここで詳しいことを調べることも可能です。それでは次回はソングの作成を行っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。